こんにちは、ドクターネックスです。今日はいろいろ新しくなったこのアップデート情報、なんかここじゃない、アップデート情報じゃない、運営からのお知らせ、これですね。属性アクセサリーガチャの常設化、確率2倍うんぬんかんぬんがってことなんですが、騙されないでください。皆さん騙されないでください。前からこれその確率2倍って書いてあって、確率2倍になったところで 0.125%、 2倍でこれですからね。4倍でも引きたくないよいやー、これはひどいね。だ2倍でこれでしょ。だ2倍のこれで、さらに4倍でもようやく 0.5% ですからね。間違っても引かないようにしてください。騙されちゃいけません。お、なんか新しくなったんって。いや、新しくなってないです。今まで交代交代で回ってきたのが、常設化されただけで、この確率2倍っていうのでクソみたいな確率なんで、絶対に引いてはいけません。騙されないでください。こんなものは引けません。当たりません。 0.125%、 通常のガチャが 0.5% でも当たんねえっつうのに 0.125%、 その4分の1、無理っす。絶対に引かないでください。新しくいちご限定のガチャ、いちごガチャ、今キャラクターセレクションというのが始まりました。今後いろんなキャラになっていくのかなっていうところだけど、例えば1キャラとか2キャラしかない場合どうするんだろうね。ジャッキーガチャなんてできないですよね。いちごはやたらいっぱいいるんで、逆に、欲しいのが狙えない。こんだけいたらね、初期の挽回いちごとか出られましてもみたいなとこですよ。各 0.333%、 これは引かない方がいいと思いますよ。それぞれピックアップが来た時に狙えばいいと思います。毎週月曜日に買うらしいですが、いやー、これは引かない方がいいです。はい、そして復刻ガチャ、アントールドストーリーズ2ガチャ、こちらはですね、キスケとヒラコ、どっちが押すんだっけ。キスケは、ブルーのバングナイフと被っちゃってて、うーんっていうとこだったけど、状態異常、思い出した。これが、あれか。キスケの不具合でうんぬんかんぬんあった、一文字があったやつだ。状態異常、不要時一定確率、じゃあ一定時間、レア 80% アップっていうのが、確率アップも 80% アップになってて、もう無双してたっていうキャラですね。なんだったっけなと思った、そういうキャラだ。今は普通に戻ってます。で、麻痺と列車にするっていうね。平子アランカルキラー。状態異常、反射回復に全ダメージ 20% アップ、地の体調の、強攻撃 20% アップ、まあこの2体でしょうね、当たりはね。その他のキャラは、まあ、これといって強いキャラはないけど、まあスタークはかっこいいというぐらいですかね。まあ、ルピもまあまあまあ弱くないけど、今でも、まあ、無所属キラーか。まあ、無難に強いといったところですね。ここら辺は別にかな。まあ、クールタイム 14% 短縮っていうキスケですが、もう同じキャラに、違う、同じガチャに、同じキャラが2人以上いると、おーって思って古い方だと萎えますよね。ちょっとその辺考えてほしいなと思いますけどね。まあ、キスケがやたら強いですね。もう来てるんで、私有。終わらせましょう。どこ行くんですか。逃がしませんよ。あ、そうか、自動追尾なの。そうそうそう、それも強いですよね。
捕まえた。これっすか？私も気に入ってるんすよ。いい出来でしょう。追尾設置の強二が、しかも発動時にもダメージがある。タイプだったはず。はい。終わらせましょう。逃がしませんよ。そうね。ここも覚えてねえな。行くで。モロス。よう見せておもろいやろ。何がほんまかわからん感覚っちゅうのはしまいにしようや。強いね。ほら、よう見とき。うん、まあキスケ平子を持ってない人はぜひここで聞きましょうというキャラでしょうかね。で、まあその他の闇鍋に関しては今後おそらくね、他のとこでも闇鍋になります。今後来る新しいその小説ガチャの闇鍋要因にこれらのキャラクターは入る可能性が全然ありますが、やっぱこのキスケ平子好きな方々ぜひここでゲットしましょう。霊玉が150、200だけども確率は変わらずといったところで確定枠で狙っていければなというところですかね。はい、現状低いんであればまあこのガチャでしょうね。このガチャに前回登場した時に引いてるっていう人はとりあえず温存して中旬ガチャに備える感じですかね。中旬とか月末とかに備える感じですかね。はい、今回はここまで。言うまでもなくこれは引く必要ないです。白夜は通常のあれ通常最大倍率じゃん。なんであれって言ったかっていうと、俺グループバトルの知のところで入れてない。はい、アホ。通常最大倍率なんで必ず入れましょう。今回ここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。